こんばんは、映画とティアズメンバーのうかちこと伊沢るかです。よろしくお願いします。なんかすごい、なんかずっと待ってたんだけど全然コメント流れないから、みんな打ってないかなって思ったんだけど、さすがにこんなに一個も来ないのっておかしいよなと思って、ちょっと一回切りました。ごめんなさいそう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 、コメントがね、そうそうそう、あ、送れなかったの、なるほど、あ、なるほどね。好き、来たで、ありがとう、ふみん、やっほー、こんばんは、ありがとうございます。あ、そうなの、じゃあ切ってよかったです、本当に。直った、よし、わ、切ってない切ってない切ってない、これ切ってないです、切ってない、これはね違うんだ違う違うの、服をね急いで着て着て、あのあれしたのあれしたの、あのシュッて着てそのままやったら髪の毛がこうシュッてなってた。短い方がいい、長くなった、そう普通に長い、いや服着てたよ、着てたけど、あれ今日ずっとお家にいたからお部屋着だったんですよ、今日ずっと、だからちゃんと着替えました。まあ T シャツだけど、ただの T シャツ。旅路です。あ、本当長い方がいい、着ろうかなお晩です、お晩です、竹ブーさん、マジシャン、キラン。昔の長さある価値、昔の長さってどの長さ、長い方がいい、本当に。お部屋着はあのギロッポン T シャツなんですけど、ちょっと恥ずかしいなと思って、まあ何が恥ずかしいんだって感じなんですけど、まあたまには違う T シャツ着ようかなと思って、絶対長い方がいい、いやー短くしようかなすぐるさん、まんちゃんありがとうございます、ちっちゃさんハートありがとうございます。そう、あのね前のグループの時も長い時と短い時があったんですよ。短い時はこんぐらいの前下がりボブで、長い時はこんぐらいだったかな、同じぐらいかな、ギロッポン、そうギロッポン、よいしょ、これギロッポン、ゆくゆさん、くまさんありがとうございます、ショート大好きマン、カビゴンかわいい、かわいいでしょ、よいしょ、ね、なんか長い方がいいよって言ってくる人と短い方がいいよって言ってくる人分かれるんですよ。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。いや、わちわちしそう、ぬいぐるみがどんどん増える、453初見です、ありがとうございます。グッドティアーズのドカチコタイザルカです、お願いしますね、来れないって言ってたのに来たやんこんばんはうん存在が好き、ありがとう、嬉しい、天草しかいない、そう今日ところてんはお休みです、最近セクシーになった、あ本当ですか、褒めてます、それ初見です、歌かっこいいですよね、たーくんありがとうございます、グッドティアズのルカチコタイザルカです、これからもグッドティアズの応援よろしくお願いします。あまるおばん増えた、昨日2個増えた、この子とこの子増えました、ダイダラさんハットありがとうございます、フコールームに行っていいですか、どうぞ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 、早く覚えてもらいたい、覚えてるよ、もう何回ぐらいも、何回でもいいよ、ルカちゃんをかくとって、ありがとうございます、何話しますか、何話す、
すなすなさん、だるまさん、ありがとうございます。そう、 UFO キャッチャーで撮った、二手はずっと応援する、ありがとうございます。そう、あのね、占拠されてきちゃった、ベッドが。ぬいぐるみと戯れながら寝てます。今日はずっとこの子をこう抱きしめてました。天才バカボンやってる、あ、今日 CM やってた。覚えるの早い。いや、そんなことないですよ。でも頑張って覚えます、嬉しいから。こんばんは、ごまさん、こんばんは、ありがとうございます。え、自分もさ、今さ、え、眉の話するって言おうとしたんだけどさ、なんかアリちゃんに言われてたのか。じゃあどうしようかな、迷い。いのこちゃんのベッドもそんな感じだし、レアちゃん脱菜コーナーがあるんでしょ、お部屋に。すごいよね、覚え悪い大輔反動のお話、あ、そうなんだ。今日マイティンのも見てた、ありがとうございます、嬉しい。え、見たね、昨日ラジオにね聞けなかったから残念。シールの時はうかちのウィンク好きすぎて友達ご了承して嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい。ちょっとあそこはちょっと一瞬可愛くできるように頑張ってます。だいたいセクシーにできるように頑張ってるんですけど。見に来たよ、ひろかちゃん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。ベンキラーさん、だるまさん、ありがとうございます。昨日は来れなかった、今日は来れた、イエイ。タイムフリーでラジオ聞けんじゃない。あ、そうなの、なんかやり方がよくわかんないんだよね。あ、そう、今日いつもよりアイライン長くなっちゃった。そう、こっちがすごい長くなっちゃったからこっちに合わせました。バレた、いつもの方がいい。乃木坂さんの握手会あさってだけど、ルカチ大好き。へえ、私はですね、まあ西野七瀬さんが好きなんですけど、でも、あの中村玲奈さんがすごく、ね、あのちょっとブログとかにも名前を出してくださってすごい嬉しくて、そこから好きになって、あと、番組見てて、桜井玲香さんがですね、めっちゃ美しいなと思って見てました見てました忖度とか違う、本当にお人形さんみたいで可愛い。あ、そう、なんか、そうそうそう、あと握手会も来てくださってすごい嬉しかったです。抱っこしてる可愛いのはクマです。こんばんは、明太子さん、こんばんは、ありがとうございます。そう、今日でもちょっと早めだよ、うさぎの人形と同じの映ってた。あ、ほんと？ところてん？そう、レノさん大好き。ちょっと次お会いできたらちょっとお話ししたいなって。マグマじゃない、クマ、クマ、そのクマさんの名前はモグラモグラ。コストコ行ったことない、行きたいんだよね、大きいクマ飼いたいんですけど行ったことないんですよ。あと、あのリンツいっぱい入ってるやつ欲しいんですよね。3時間ぐらいになる、いやーすごいですよね。まあその点グッドティアーズは、まあ、すぐに握手できちゃうのであの皆さん、あの握手し放題なんで来てください。こんばんは、初見です。初見じゃないですよね、アナログマンさん、絶対違う。ホリミアナさんが好き、いいですね。そう、モグラ、嘘、考える、ちゃんと。そう、中村玲奈さん、でも一回ティースプークの時に、そう、実は同じステージに立たせていただいてたので、ちょっとまたいつか頑張ります。そう、グッティアコスパいいからコスパいいから、ムカチ癒される、スチ好き、寿司スチ、そう、すぐに握手できるから、そう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 、寿司寿司、お寿司食べたい。遅くなったけど今来て、始めたばっかだよ。あ、始めたばっかでもないか。ありがとうございます。誕生日何が欲しいって聞きたかったけど、絶対にしてないっていうか、お手紙がいいです。お手紙が嬉しいです。
涙の亀と水流どっちが好き？いやどっちとかない、どっちも好きなんですよ本当に。全然違う曲だし、でもなんかどっちもグッドティアーズらしいんですよね。愛にあふれている。お父さんのお寿司が一番、お父さんのお寿司が一番だ。こんばんは、初投稿です。お、よっちゃんありがとうございます。グッドティアーズのルカチコテザルカです。よろしくお願いします。みーたんとサムサムに会ったことあるけど、今度はグッティアに会いに行こう。あ、本当ですか？待ってます。ありがとうございます。会いに行けないけど心を込めて手紙書く、お願いします。待っております。最近毎日やってるから見に来れるよ。ちょっとね、やばい言葉出てこなかった。ありがとうございます。ティースプークこっちで一目しました。本当に嬉しい。結構前ですね。じゃあもう子さんです。子さん子さん、漬け丼美味しいよ、美味しいよ。初見です。初見ですか、初見ですか。パン好きです。見て、メロンパンスタンド、携帯スタンド可愛いでしょ。本物みたい。そう、いや字とかも関係ないんで、ぜひ思いを伝えていただけたらなと思います。お願いします。手紙まだ、あのね、届いてるのと届いてないのがあるんですよ。美味しそうなスタンド、美味しそうでしょ。メロンパン食べたい。シールタイプ D 買った、ありがとうございます。嬉しい。大学は順調なの？うん、順調かな、わかんない。でも楽しいですけど、ちょっと今日は英語の予習をしようと思ってたんですけど、まあ、ちょっとしないで、もうすぐ一日が終わろうとしています。困った。無音だけど見に来た、ありがとう。届かないのって内容とか、いや大抵届いてるよ、大抵届いてる。でもあのあれ、確認の時間でまだ届いてなかったりするだけで、ちゃんと届きます。あの電話番号とか書いてないとかね、そういうのはダメだけど、電話番号とかは書いてダメだけど、大抵ちゃんと届くんで大丈夫だと思います。手紙届いてたよ。メロンパン本物じゃないの？本物じゃない、そう本物じゃない。駅のアナウンスがうるさい、音が聞き取れない。あまりちゃん届いてたよ、ありがとう、ありがとう。そうダメだからね、あのそう住所とか書いちゃダメだから、そうそう、ありがとうございます。そうお手紙はあちらにある宝箱ボックスに入っております。前すぎて何書いたか覚えてない、ひどいひどい。ルカちゃんこんばんは、うさぎ団さんこんばんは、ありがとうございます。テスト勉強めんどくさいね。テスト勉強って何したらいいかよくわかんないよね。なんか高校まではなんかこっからここまで覚えればいいみたいな感じだったけど、なんかテスト勉強ね、大学のテストって何出るのかよくわかんってない。バチ手紙待ってる。最近よくメロンパン食べて、本当？一緒やん、ラブだね。初コメです、おにぎりです、ありがとうございます。グッドティアーズのルカチコタイザルカです。よろしくお願いします。お願いしますね。なんだろうね、大学の勉強って何なんだって感じだよね何なんだ。マーベで紹介してたスリッパ、革じゃないよ、だからウーパールーパーだって。あれはちゃんとこう、こういうのついてたじゃん、こういうの。出林でいらっしゃいませ。前髪何変変どこだれなの。いや言わないでしょちょっとあのそういうのはあかんですよ
ゴールデンウィーク課題多い。課題なかったな。先輩と喋ったことない。そう、一目惚れしたの、スリッパに。メロンパンで生クリームと果汁入りにハマってます。いいですね、いいですね。前髪切ってない。ちょっと巻きすぎちゃった、巻きすぎちゃった。ダメですか、変ですか。みかちゃん、ヤッホー、いらっしゃいませ、ありがとうございます。周りに届かない、撮ってないからじゃないですか。みかちゃんの声好きです、ありがとうございます。美術部部長です。おー、いいね。うまそう。じゃあこれコメントしてた、覚えてるよ。結構そう覚えてるよ。そう、スイッパーに人を見ました。私はナスタイル初回でルカちゃんに人を見ました。ありがとうございます、嬉しいです。とってももしね、なんで私すごい物にいちいち名前つけてる人みたいじゃん。アナちゃんと遊んだの、それいいでしょ、いいでしょう。豚さんポーズって何？これ？今日寝すぎて歯磨き粉以外何も食べてた。やば。やば。今日はね、起きて。スープシチュー食べて、そのママがシチュー作ってくれたんだけど、なんかサラサラになっちゃったって言ってたから、そうスープシチュー食べて、でうーんってこうなんかナンプレとかして、でその後餃子を食べました。餃子とサラダ食べた、美味しかった。でも明日はいっぱい踊るんで、ちょっと気合い入れていかないとね。料理する？まあ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 、しようと思えば、しようと思えばできます。ね、サラサラのやつ美味しいよね。いや、できるって、できるから、できるから。欅坂さんのチェキ会ね。いやでも私は所詮弱いオタクなので、そんなできないです、そんなできないです。でチャーハン作れたらすぐ、あれパラパラに作るの難しいんですよ。いや本当にできる、できる。いや本気だよ、本気本気。得意料理はね、あのクッキー。本当にできるって、できるできる、すごい得意。あんましないけど、ダイエット法、60個食べない、食べてるけど、食べる前に卵混ぜると。いやでもね、パラパラに作るのは難しいんだってね、みんな。いやほんと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 、すごい得意。料理だと得意なのはカレーとオムライスかな、カレーとオムライスかな。ルカチのコミュ力なら2ショット余裕。いやそれ煽ってますよね。ファミリーとも写真撮れてないのに、そんな無理で決まってるじゃないですか。ツーショットとかもね、撮れたらほんと泣いちゃう。料理しないか分かんない。本当に？本当？みんな料理する？私はオムライス。いいね、あのあれピッて笑ってこうトローってなるやつ、おいしい。そうそう、ふわとろのやつが好き。そうあれが好きで練習した。でも作ったの2年ぐらい前だから、ちょっともう分かんないですけど。ふかちゃんと撮れた時感動やった、嬉しい。もうね、楽しかったよ。やこちゃんと写し、やこちゃんと写しとめっちゃ頑張ったんで、本当にもうあれですよ、本当本当あれですよ。今日ウィンクの調子悪い。
ハンバーグなら作れる。いいね。ハンバーグはね、調理実習で作った。オーリンとツーショット待ってる。どうしようかな。あるんですよ、いっぱい載せてないのが。お料理配信、お料理配信ってどうやるの？なんか難しくないですか、コメント読みながら。片目メイク、両目メイク、片目メイクね。なんか毎回ウィンクね、ウィンク好きですか、ありがとうございますそう、あでももうやこちゃんとのあれはもうないんで、ちょっとドヤって感じです。対面券、菅井さんに似てる、嬉しい、ありがとうございます。ルカチとシェアハウスしたい。いや私とシェアハウスしたら大変ですよ。なんかね、友達がね、友達となんかシェアハウスしてるんだって。ですごいね、話聞いてて、あ私は多分シェアハウスできないなって。うん、そうお互いしっかりしてないときゃいけないから、私ちょっとしっかりしてないから、ちょっと人様に迷惑かけられないね。あさって楽しみだね、セカンドコンサートも放送されます、放送されます、テレ朝チャンネル13で、シーステレ朝チャンネルでしていただけます。オンライス、何オンライスね、そう、あの一人の空間大好きなんですよ私。定期的に一人にならないとちょっと無理かもしれないこの時間お母さん何してんの、隣の部屋でいます。ふわっとなるオムライス、なんか前テレビでなんかすっごいふわふわのやつで、なんかおじいさんがなんかスンみたいな、すごいなんかすごい陽気な感じで卵を切ってペローンみたいなやつを見たんですよね。どこなんだろうあれ、すっごい美味しそうだった。リクフェス行ってない、私の好きなね、あ見てください、これ私が好きな世紀末さんの本なんですけど、僕の本を書いた世紀末さんがですね、肉フェスに行ったんだって生っちゃった、肉フェスに行ったんだってそう、めっちゃあ会いたかったなーと思って。世紀末さん好きね、生ったね、行ったんだってってなっちゃった。ワンちゃんと同じだね。そうすっごいね、そうずっと一人でいるともう寂しすぎて無理なんですけど、そうああ黙っちゃった、やばい。違う、多分ねワンちゃんのが映ってるんだよね。普通にダストアイドルになる前より黙ってる私ワンちゃんと愛理ちゃんのがところどころ混じってる、もうほんな恥ずかしい頭の中すぎますか。クマだよ、ほら見てクマそうちょっとなまっちゃいました。でもそう、そう津軽弁が映っちゃうんですよ。そうでもなんか出そうと思って出せるもんじゃないからね、ちょっと。でも前はすっごい映っちゃってて本当にやばかったんですけど、今は全然そんなに映らないよ。カビゴン、なんでワンちゃんっていうの、あのオーリンって書くじゃないですか、であのオーが中国語だとワンって呼んでワンリンって読むんですよ、オーリンのことで、だからワンちゃん、イエス、そう混ざった。そう好きだ、好きなんだよねね、大好きなの私、二人がみんな好きだけど、あの方言の2人が好きなんです私。ミラーリング、ルカチカルアル、カチカチアル、ルカチルア、あ反対から読んでも一緒とかそういうやつではなかったわ明日写真送るから見てください。お何の写真ですか、楽しみにしてます。あ肉フェス
月9見てる、すごい楽しみにしてる。コンフィデンスマン、競馬って感じかけなかったそれはやばい。いや、まあでも眉は眉だからね、大丈夫、そういう感じの眉です。番組も初回からやってるけど、そういうので好きになりました。嬉しい、ありがとうございます。ね、ちょっと違うよね、番組とね。なんか番組だとなんかすごい怖い人みたい。私全然そんなことないの。でか、地数学科から教えて、無理です、無理です。コンフィデンスマン、今週まだ見てない。え、あれでしょ、なんだっけ、なんだっけ、あのあれだ、食品偽装のやつ。いや見て、本当面白かったよ、めっちゃ面白かった。ちっこ弁、あ、そうそうそう、ちくご弁がさらに生まってちっこ弁なんだって言ってた、あいちゃんが。勉強得意じゃん、あ、全然得意全然得意、面白いよドラマ、おっさんずラブ見てないんだよね、見てない。最初撮ろうと思ってたんですけどやめました。今自分が見てるのはね、いっぱい見てるんだよ。ラブリランは撮ったんですけど、まだ一個も見てないです。正義の瀬と花の千春と、あと崖っぷちホテルとミスデビューと家政婦の三田園と、あとあれモンテクリスト博見てます。あ、せいちゃんいらっしゃい。ブラックペアなんか面白そうですよね。なんかあれなんだよ、手術シーンとかがダメでちょっと苦手なのとかは見てないの。花の千春やばくない？中川大志くんが好きなの？ちょっとわかんないですけど、あまり。私はね、花の千春だったらね、普通に面白いなーっていう目で見てます。全然被ってない。あ、見てない？そう、手術シーンでやってなんか、次コンフィデンスマンさ、なんか次回予告見たらなんか黒そうだったから、手術、手術、手術、モンテクリスト博結構面白くて見てます。シグナルはママが見てます。好きではない。あ、なるほど。え、でもあれかっこよかったね、お姫様抱っこのシーン見て、うーって思ってたね、いいよね、普通に好き。手術、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 はい、言えた。ガリパパさんこんばんは、ありがとうございます。ブラタモリたまに見る。タイプの人とかある？タイプの人、あ、そうそう思ったの。だからちょっと触れない方が良かったかなと思ってね、タイプの人、タイプの人はね、あ、なんか頑張ってる人頑張ってる人が好き。そう、私が今一番楽しみにしてるのはコンフィデンスマンです。面白い。今日の天気、今日の天気、今日の天気、なんで結構言ってた。イエイ、静岡人の静かな手術言った。あ、孤独のグルメはね撮ってるんですけど、まだまだです。いや、七尾さんのやつ面白いんですけど、面白いんですけど、ちょっと想像以上にコンフィデンスマンが面白くて感じです。もうね、しかもね、ダーコさんがめっちゃ可愛いんですよね。めっちゃ可愛いって感じ。天狗さです、後ろにいるのは。
今日は何時まで決めてない、決めてない。このくのグルメ今日で撮ってるよ、撮ってる。あと私が撮って密かに楽しみにしてるのは渡部の歩き方グルメ王の休日ってやつです右耳にミニニキビ、右耳にミニニキビ、右耳にミニニキビ。半分青い見てない、今見てない。1話をね取り逃しちゃって悔しくて見てない。就職するの怖くなるからね、怖いよね。あんなのあったら本当に怖い、絶対やめる。炙りカルビを早口で10回いきます。炙りカルビ、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 炙りカルビ。あー危なかった、言えた。これ得意得意得意。ところてんはねちょっとベッドにあのいますよ、ちゃんと見切れてます。あ、声があるね、あの撮ってるんですけどまだ見てないです、見切れてない。ちゃんと撮ってますよ、ありますよここに。あと噂の女も撮ってるんですけどまだ見てないです。車で移動中です。あら、お気をつけて。アメリカぶり、おっとっとと、おっとっと、とっといてって言っとったのになんでとっといてくれんかったとって言っとうと、おっとっと、とっといてって言っとったのになん言っとったとになんで難しい、無理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 。天狗さんいますよ。炙りカルビめっちゃ得意なの。そう、前のグループに行った時になんか炙りカルビってラジオでめっちゃ言ってたんですよ。そうだから得意。あとねバスガス爆発も得意、バスガス爆発ほらはっきり言えてる。おっとっとのやつ、あ長崎弁なんだ、へえ。おっとっとっとの、え、おっとっと、それアイリちゃんはちょっとしかない、アイリちゃん適当だから。長崎弁難しい、腹話術向いてる。本当にありがとう、褒めてるそれこんばんはメタルケンさん、こんばんは、ありがとうございます。東京特許許可局局長供給許許可許可却下キットカットカットカントカンカットカンカッタ、何それ全然わかんない、すごいなんか意味不明な言葉がいっぱい宮城弁で、いやそれちょっと困るんでやめてください宮城弁ってあんまり特徴なくないですか、なんとかだべみたいな、それしかない。名古屋だよ、あそうなんだ。東京特許許可局許可局、滑舌改善してきてやったね。ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ、ロレー言えましたちょっと早口言葉の話題やめましょう、ちょっともういいよ、お腹いっぱい DJ なれる、本当になんで、やったね、よよ。そう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 、ないの、だからなんか宮城弁で話してみてみたいな言われてもあんまり話せないそうちょっとごまかしました、早口言葉大会、そう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 、もう終わりました、閉会宣言。さやさんハットありがとうございます、ありがとう。即興でラップ無理無理です、そうそうそう。でもなんかあんま方言ないって言うとなんかそうやって都会ぶってみたいな
言われるから、そういうことじゃなくて本当にないんだけどなと思ってどうしようみたいなね。ちょっと誰か作って、宮城弁、山形弁、うん、無音でしか見れん、無音聞かざる。ちょっと今日無茶ぶり多くないですか、やめてください。そうだから、たまになまるぐらい。月曜からアリちゃんイベント始まる、そうなんです、皆さんアリちゃんの応援よろしくお願いします。私もショールーム見に行くんで、一緒に星お星様とかね、こう投げたりコメントしたりとかしてもらったらとっても嬉しいです。お願いします、お願いします。みんなでアリちゃんをちょっと押し上げましょう。ムカチめっちゃ眠い。ムカチって初めて言ったんくないそんなことない、眠い、おやすみ。私はさっきちょっと寝たんで、もうパーンって感じ。寝るから落ちるね、早いね。おやすみ、生茶さん。めんこいは通じるよ、かわいいって意味でしょ。おやすみ、ありがとう。私も頑張って星3周できるように頑張ります。アリちゃんによろしくお願いします。頑張ろう一緒に。あ、てるくんだ。ぬかちって呼べない。いや、ゆうぽんはなんかもうぬかちじゃないぬかちではない。あ、全部ぬかちだった。あ、ごめんごめんごめん、申し訳ない、ごめんなさいごめんなさい。見てるよ、ちゃんとちゃんと見てますかって。ルカチの方がしっくりくる、本当に。でもルカチになったから、ちょっとルカチって呼んでくれてもいいんだよ、みんな。いつの間にか治って、何が治ってるよ、元気。あ、そういうことじゃない、会長です。時間制限ある。そう、時間制限がないとアリちゃん泣いちゃうからそうそう、ちょっと今回はね、楽しくできるように私もしっかり支えたいと思うんで。ルカチ大好き。うわー、違和感しかない、おんちゃんからのルカチ。いいですよ、無理にしなくて。マチャポン、ハットありがとうございます。ちょっと泣いちゃうから、私も泣いたし、愛ちゃんも泣いたし、もうみんな泣いてるからね。もう血みどろなショールームバトルでしたね。龍角さん、今度から呼び捨てしようかな。あー、確かに、お任せします。そしてゆっくりゆかちゃんを揃えるために許可で終わらせる、頑張れ頑張れ。明日はちょっと遅い時間に配信すると思います。グッティアメンバーの揃えもそれぞれ個性が増えてて面白い。ありがとうございます。そう、もう結構いろいろですよ。何味、うーん、甘スースーって感じ。なんか甘スースーちょっと草っぽいみたいな呼び捨てが一番恥ずかしい。ルカミュー、そう、個性強めです。個性強めでお届けしてます、グッドティアーズ。そしてトラストアイドルですよ、ドキドキですね。私も2期生のバトルは本当に勝敗知らないんで、ドキドキしながら見ます。なんか挟まった、それ違う、それはなんだっけ、それ結構好きだよ、青いパッケージのやつでしょ。違う、なんかすごい喉に効きそうな味がするこんな時に、喉を使いすぎた時、喉の乾燥を感じた時、
タバコを吸いすぎた時、これは関係ないですね。気分をリフレッシュしたい時だそうです。皆さん大人の方とかぜひ飲めてください。入院してない笑いが止まらなかった。ミュウミュウね、どうなんだろうね。結構2000ずつっていうのが多いですよね。自分たちの時あんまりなかったから、なんか意外。どうなるんだろう、やっぱ人数が多いからなんですかね。きついねね、吸わないからダメだよ。その1リダメだよ、ダメだよ吸ったことないから。もうちゃんとちゃんとね、お酒とタバコはちゃんと成人になってから皆さんしてくださいね。ダメだからね、ダメだよ。食いかすぎる合唱やってる。あ、そう、あとボイスキャンドダメもいいんですよ。そう、龍角さんめっちゃ好きなんですよね。そう、そう、私もすっごい煙苦手で、が絶対タバコ吸わないって決めてる。絶対無理です、もう本当に。こう近くで香っただけでってなる無理。またまただからダメなんてね、わかりますか、わかりますかわかりますか。そう、喉が痛い時は龍角散と、そう、あとビタミン C をひたすら取ってさっさと寝るのが一番。ナミって呼び捨てしてほしい。ナミ、明太子は成人だけどタバコはすいません。そう、タバコってね、なんかあれだよ、なんか吸ってると寿命縮むっていうじゃないですか。あれやめると寿命戻るらしいです。だからちょっと、あ、私寿命もうすぐかもっていう人がむしたら、やめたらいいよやめたらいいよ。まあでも吸うのは自由だけど、ね、周りのことも考えながら吸ってください。どうぞね。怖く前はん、しばらく禁煙しとかないと。えらい、素晴らしいね、そんな気遣ってくれて。のどかで弾いて、私もなんかちょっとうーんって感じなんです。でも大事なライブ前なので、ちょっとなんとかしたいと思います。ちょっと何言ってるか分かんない。煽ってます、やめてくれますか。ちょっと本当にちょっと怒りますよ首に長ネギ巻くという民間療法知ってる、知ってる。本当に効くのかな、効くんだったら巻くよ本当にね。手段は選ばない長生きしたくない、長生きしたい私だね。おばあちゃんになったら海外で暮らしたい海の見えるこういう穏やかなところで暮らしたいですねやめてくんない、そういうこと言うの本当に嫌ですね。やめてください、そんな。ネギはね、でもネギ美味しいですよ。私ね、ネギはネギでも玉ねぎが好きなんですよね。玉ねぎ炒めてる匂いがすっごい好きだから、ちょっとね、会津あるかをおびき寄せたい時は玉ねぎ炒めとくと、いい匂いするなって言って寄っていくから、ちょっと試してみてくださいそう、なんか私がなんかママがご飯作ってくれてる時、あ、いい匂いするって言うと絶対玉ねぎ炒めてるんだよね。だから玉ねぎ炒めてる匂い好きなんだと思う。 Can you speak English? Yes, I can. ベリーベリー喋れますそう、玉ねぎ炒めてる匂い好きなの。自然嬉しい。そう、今日ね、お姉ちゃんが帰ってきたんですよ。長い研修から帰ってきたんですよ。そう、でも早速お出かけしちゃったから悲しい。あとでいっぱいおしゃべりしようと思う。そんなことしたらイベント会場玉ねぎ、いや、それはできんですよ、やばい、玉ねぎできん。
そう、英語喋れる、喋れる。何の研修？お仕事？お仕事、就職したから。そう、便利に喋れます。ホームステイしたことない。握りの味噌、あ、味噌汁ダメなんですよ。ま、味噌汁を飲む人とはお付き合いできません。ピューロ行ってないのに品物身につけたその中私歩くピューロだよ、やばい、私ピューロ行ったことないんですよ。だからちょっとミューポンと握手したら、まあ、ピューロに行ったことになるかなみたいな。そう、玉ねぎできん、玉ねぎできん。お姉ちゃん今20、21かな、21かな。うん、21です。21歳。そう、オニオン、オニオングラタンスープ得意なの。え、すごい、グラタンスープ好き。ミューポンにお金払ってください。え、じゃあ無理です、ごめんなさい。うん、あの、早生まれ、1月生まれだから、そう、なんかよくわかんないけど、そういうのらしいです。間に合った、ティックいらっしゃいませ、ありがとうございます。玉ねぎ食べれない、本当に美味しいよ玉ねぎ。玉ねぎイズ美味しい。そう、21歳。そうそう、私18歳。それあと1ヶ月ないか、もう5月だからね。どうしよう、あとちょっと19歳になっちゃう、また大人になっちゃう。どうしよう。大量の玉ねぎをみじん切りにして炒める。いいね。ああ、考えただけでいいですね。楽しかった。また来るね。またね。ありがとうございます。入社料取らないから、握手しますよ。来てください。カモン。味噌汁そんなに好きじゃない。本当に？一緒だね。味噌汁苦手なんだ。寿司好き？みんな。私はちょっと苦手です。あ、そう、大人ある価値だから、ちょっとね、大人のとこ見せていかないといけないと思う。うん。大人の階段登る。私まだシンデレラ。君はまだシンデレラさ。今日はここまでです。またね、ありがとう。色っぽくなっちゃう、本当？セクシー？やったね、やったのかよくわかんないけど。そう、でも永遠の18歳だから、18歳2年目を迎える。うかちの分の味噌汁の、あ、それはいいですね。私の分の味噌汁も飲んでくれるならちょっと考えます。もうでも味噌汁は本当に良くない。永遠の16歳。あ、そうなの？あ、そうなんだ。じゃあちょっと年下だな。成人の着物姿ね、どういうの着ようかな。そう、でも髪切りたいけどね、切っちゃったらね、短いからね、なんかモリモリできなくなっちゃうね。挑戦者オーディションを受けるために写真を研究してる。えらい、待ってます、待ってます。ラストアイドルファミリーで引くなよ。引くなよ。そう、でもね、同い年だから、同い年だから11人に予約する。あ、もうこんな時間なんだ、早いね。そのうち終わります。髪切らない方がいい、本当に。やめようかな、切るの。切らない方がいい。長いのと短いのどっちが好き？みんな予約します。またね、お手紙待ってます、ありがとう。コーヒーの匂い、私コーヒー大好き、美味しいよ。頼らないだし見えない。ミッポンはね、バブだからね。オーディション頑張れ。ロングオーシャン、本当に？リアルな方でるかちょっとになるし。親近感ですね。長い方、
渡部の歩き方予約録画してる。してますしてます、両方にはありがとう、嬉しい。でも長いのが好きって人多いね。ガチの握手買いました、ありがとうございます、嬉しい、待っております。そう、髪切りたくて、そう、前のグループの時は夏になると切ってたんですよ、バーンって。短い方だけど価値はない方がいい。なるほどね、参考にしますでもね、短いのも好きだったんだけどね。そう、ここから辺がスースーしていいですよね。そう、今はね、どうしよう悩んでるんだよね。でも切らないでおく。でもこれ以上長くなったら、なんか背中の後ろのとこまでつきますよとかだったら切ろうかなって思うけど、今はまだいいかな、こんぐらいで。短いとね、こんぐらい。うまくできない。今来ました、いらっしゃい。一回高めのツインテール絶対嫌です。高めのツインテールはね絶対無理だって。前のグループでもここら辺だったよ、高くて。めっちゃ高かったよね。今絶対できない、無理だ。でもね、短いとね、なんかヘアアレンジ難しくなっちゃうからね。そう、私短くするとずっと下ろしてるんですよ。なんか巻いたりとかもしないし。そう、でもそろそろねコテを買いたいなと思ってて、ここをぐるぐるぐるみたいしたいんですよね。髪の長さ真似してもいいよ。え、どうしようかな。前のグループはあの仙台で活動してたグループです。元々のスペックはそんな高くないです。ありがとうございます。ポニーテールよかった、本当に嬉しい。すぐポニーテールする。でもね、ポニーテール頑張って、本気のポニーテールすると30分ぐらいかかるからちょっと難しい。なんか私一気にギュッてやるとすっごい目がこうつっちゃうんですよ。そうで厳しいから、なんかね、上ハーフアップにしてから下も上げると目がつらないんですよあんまり、っていう裏技をメイクさんに前教えてもらって、だからそれでやってるんだけど、それをやるのが難しくて結構時間がかかってしまう。そう、かき氷にかけるグループ、そう、シロップのグループ、そうそう。そうだから、あのこれ、よいしょよいしょ、これグッドティアーズのリストバンドなんですけど、シロップみたいじゃない、ちょっとね懐かしいなって思って見てますね。やってみて、つらなくておすすめ。アイス食べたい今 CM でアイスの CM やってた。カビゴンいる、昨日撮った。黄色だったらね、完璧にね懐かしいね。2個付けしようかな。そう、でも前も今も青だから画質が荒い。嘘、荒いね。アイス食べたい。一時期あのコンビニで売ってたマカロンアイスにめっちゃハマってました。ずっと食べてた。2個付けエモい。レイナさんこんばんは、ありがとうございますね、5人で配信したいね。 USJ めっちゃ楽しいよ、本当に楽しい。ミニオンのやつ感動した、めっちゃ。普通に高校の時の友達です。来るんだって東京に、楽しみにしてる。そう、芋感あるの。芋はいいもの。私おんちゃんだから宮田くん行ったことない。え、行ってみて、すごい楽しい。
27年間で一回も行ったことない。おすすめですよ本当に。行ってくださいぜひ。あの私のこの言葉をきっかけにぜひ夢の国デビュー。アニバーサリーイヤー、あそうなんだ。25周年だっけ？違う？なんか CM やってた気がする。25じゃない、30？25？ うん。調べてみよう。だだっと行けばいいのさ。すごいなんかちょっとイメージしてたのと違うやつ出てきちゃった。キティちゃんのゴンドラ乗った、いいね。乗ったことない。私あれが好きなんですよ、It's a Small World が好きなので。ちょっとできたよね、めっちゃ楽しみにしてる。お姉ちゃん帰ってきた。ルカちゃん、ワンちゃんと同じ部屋の配信の時、そうめっちゃ鉛映ってた。そう映っちゃうよ。聞こえました今。お姉ちゃんの声ね。ちょっと待ってきてくださいね。ねえ、そう新しくなったやつ行きたいんだよね。そうお姉ちゃん帰ってきた今。カントシューありがとうございます。トモさんありがとう。わちゃわちゃしてる。そうお姉ちゃんと3人、めっちゃ聞こえる。やばいやばい。そうお姉ちゃん帰ってきました。あのプリクラ可愛かった、ありがとうございます。嬉しい、プリクラ。よいしょよいしょ。こっちじゃないや。こんばんは、ありがとうございます。さくらつばささん聞こえなかった？それは気を使っての聞こえなかったですか、それとも本当に聞こえなかったんですか？真後ろにいる同居人はどの子ですか？この子ですか？ん？綺麗な声が聞こえた。姉です、姉です。アイドルのペッカーとか普段あんま見ない。めっちゃ撮るよ。めっちゃではないな、そんなに撮らないけど。たまに撮る。プリもっと見たい。プリね、今度撮ったら。どういうこと言ってんの、ナマケモンって。これですか？違います、クマです。クマ年投げました、ありがとうございます。マモルさん、イチャついて、そうお姉ちゃんとちょっとイチャついてきた、ちょっとイチャイチャしてきた。万が一同じ日で、あ全然全然です。そんなもう帰ってありがたい。ファンイベントでプリクラね、なんかモデルさんとかよくありますよね。やってみたい、プリクラ。お姉ちゃんおしましはしんどい。アザラシ、あこれですか？あ青いやつ、カビゴンね、カビゴン。クマ、名前決まってない。決めて誰か。こんばんは、ルカチ。若狭さん、ありがとうございます。
ゆかちデートしてくるかお姉ちゃんとデートしよう。あーごめんなさい、お姉ちゃんは多分無理です。アナちゃんとっても自分じゃない報告されていけないか。あそうなのよ、そうなのよ、そうなのよ。だから個人のアカウントをね復活させたいなって思ってる。そっちだったら載せられると思うか。名前は青いやつ、青いやつ、マサヨシ。あいいね。カニャンはダメです。あれドラマ始まっちゃった。なんだこれ。ゴンタね、名前どうしようね。でもなんか名前覚えきれないんですよ私、ダメなんです、覚えきれなくて。あ録画中は選曲できませんって言われちゃった。ジョニーを打たないで。これ万歳してるの。そう今ねお気に入りだけ使ってるの。お気に入りそう使ってる。そう見てるよ普通に。もうツイートしてないんですよ。そういっぱいあるか覚えきれない。時々わかんなくなって切なくなる。名札かいいね。ワンちゃんのモバメ届いた今。あずきシンプルやな。何を録画中なの。家政婦の三田園です。撮ってる。でも私これ撮ってるからちょっと他のが見たいな。まあ別に見てないんだけどね。やっぱり見れないのか。どうしよう消しちゃおう。えい。そうそうなの。使っていいですかって聞こうと思っていつも忘れちゃう。今度聞いてくるね。名前は決まらないからもうクマクマ。コロッケ。あコロッケっぽいね見た目が。カニクリームコロッケっぽくない見た目が。よいしょ。ワンちゃんのモバメ彼女みたい。わ早く読みたいわ。ちょっとやめてくださいよね。でもクマです。クマ。なんかモグラじゃないからめっちゃモグラ押してきますね。違います。怒ってるよほらクマが。カニクリームコロッケ。尻尾のエビフライ。あ確かに。でもちょっと焦げてますよ。しかも尻尾あるし。お尻尻尾。ねカニクリームコロッケっぽい。加賀流用とかどうだ。却下却下。辛いじゃないですかね。ね。ドラ団子。うわちょっと却下。モグマ。モグマ押してきますね桜つばさん。どうしよう迷い。まあ審議ですね。家族会議にかけたいと思います。たわし。僕のアイコン似てない。似てないよ似てないよ。耳あるってだから言ってるじゃん。耳あるってほら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 よく見て耳。この耳を見て。かわいい。
真後ろにいる青いやつはあのカビゴンです。とんかつ、いいね、とんかつかわいい。あるから耳収束。ちょっとおんちゃん落ち着いてください。小耳、そう耳ちっちゃいの。カビゴン、そうカビゴン、カビゴン。このクマ喋れるよ。小耳って名前かわいいか、かわいい、かわいい、女の子らしい。名前つけるのって難しい。まあ決まったらお話します。多分決まんない。どんたくって何？帰りなさい。ね、クマはクマでいいかな。ミユッピはしんどいて、それパクスさんですよ。ミユッピ、私ユイナッチに会いたい今。あ、博多どんたく、お祭り行きたい、お祭り行きたいな。博多行きたい。よいしょ、アリちゃんに呼ばれてるんですよ、地元においでって。それで一緒にスタードライブに乗せるよって言われたんですよ。行きたいな、お祭り行きたいね。えお祭り行きたいな、花火大会行きたい、浴衣着たいね。浴衣去年買ったんですけど一回も着なかったんですよ。だからちょっと着たいな。着れる機会がなかった。博多ラーメン食べたい。ラーメンたまーに食べたくなる、たまーにね。花火デートしようや、考えときます。考えときます。そうでもさ、夏にさ、なんかイベントとかってさ、なんか私服着る機会とかあったらさ、浴衣着たいよね。ほら個別撮影とかの時に余計じゃないね。ロードスターに乗ったらちゃんとロードスターレポしますね。何ラーメン好きですか。前まで醤油だったんですけど今は味噌が好きです。照れ方どういうこと、照れてた今、忘れちゃった。花火大会デート考えときます。博多ラーメン、博多で食べたらやっぱり美味しかった。本当に、なんか東京ってよく博多ラーメンとか仙台牛タンとかあるじゃないですか。どうなんだろう、本当にそんな感じなのかな、本場なのかな、味が。食べてみたい。渋谷でプリ取ってて、ゆいぼとゆいなっちに遭遇した。すごい、いいな、会いたいな。塩ラーメンか、いいね。ね、浴衣でイベントやりたい。キャナルシティの近くの屋台ラーメン行ってみたい。あとおでん屋さん行ってみたいんですよね私。あ、でもやっぱ一番行きたいのはサイゼリヤですね。ブレない。花火デートね、してみたいね。青春だね、青春。屋台のラーメンが一番美味しい。博
博多って屋台いっぱいあるんですよね。なんかありちゃんが言ってたんですけど、いいな、よく見てましたってお話したらびっくりされたそりゃあね、そりゃあね。でもめっちゃ見てたでしょ、だってよく対バンしてたから。そう、サイゼリアが最強で、ほんと最強です。ゆかちゆかたい、僕わからん。いや、そこはなんかジンベエみたいなの着てきてほしい。おでんは何が好きなの？おでんはもち巾着と大根と、あ、ちくわが好きです。しじみみたいになっちゃった。ちくわ好きなんです。あ、しみしみのやつが好き。サイゼリアへのこだわりは強いです。絶対ミラノ風ドリア食べるから、半熟卵のやつね。屋台行ってみたい。いいよね、好きなんですよ屋台。ジンベエ拍手。私それ浴衣着てなかったね。なんかちょっと不思議な感じになりますけど、お待ちしてます。心臓肥大、そんなことあるの？ちょっと告白してないですよ、やめてください。ちょっとやだな。辛味チキンデビューした。辛味チキンめっちゃ美味しいですよね。ちくわさん、私ちくわ食べるよ、美味しいよちくわ。豚骨ベースのラーメンと揚げホルモン、美味しそう、いいな、食べたい。お腹空いてきちゃった、食べたのに。もう今日何食べたんだっけ。あ、餃子だ。前美味しかった屋台の画像リプにつけていい？お待ちしてます。握手会何位に、何着ていこう。じゃあちょっとミューポン的デート服を着てきてください。待ってますね。お腹すいた、お腹すいたな。あと3分、あと2分、早い。今日はだいぶゆったりでしたね。もうちょっとこうシャキッとしますわ。最近メロンパンあんま食べれてないんですよね。食べたいな。そう、でもあの仙台にメロンパン専門店ができたのはほんと未だに嫉妬してます。なぜ私がいる時に作ってくれなかったのか、悲しいですね、悲しい。とてももうすぐ終わりなの。そうなの、次はちゃんと話題の提供を頑張ります。次はほんと何もなしに1時間半もやってたから、なんかもうね、しかもお腹こんな感じで、まあそういう日もあります、お許しください。そう、デート服で待ってます。明日朝4時半起き、大丈夫ですか、やばい、頑張れ頑張れ。ということで、あと1分ぐらいかな。じゃあ、今日はちょっと緩かったんですけど、最後にじゃんけんをして終わりにしたいと思います。ズンダシェイク好きだよ、エクセラ美味しい。明日は何話そうかな、考えときます。たまには質問コーナーとかもやります。じゃんけん最近4回連続あやこっちやば、今日こそ勝ってください。ルカちゃんの声聞いてると安らぐ、嬉しい、それは嬉しい、とてもとても嬉しい。じゃあ最後にじゃんけんいきたいと思います。せーの、アイザーじゃんけん、じゃんけんポン、グーでした、パンチ。ということで、勝った皆さんは明日の運勢は超ウルトラスーパーミラクルクルクル大吉です。リオンじゃんけん新しいな。そして負けちゃった皆さんは明日の運勢は超ウルトラスーパーミラクルクルクル中吉です。そしてアイコだったグレーの皆さんは明日の運勢自分次第です。明日も、楽しい一日にしていきましょう。5回連続アイコ、やば、ある意味運命。
ということで、じゃあ明後日は、いよいよビバラポップということで、ちょっとドキドキなんですけど、ちょっとね明日は全力で練習して明後日頑張りたいと思います。皆さんぜひ遊びに来てください。じゃあバイバイ、じゃあねー。